倉持一氏は、日本の医師、医学者、実業家。学位は、医学博士。専門は、呼吸器内科、アレルギー、学会認定専門医。他パブメド検索によると、ファーストオーサーの英論文は一編のみ。2020年9月、インターパーク、倉持呼吸器内科は、貸切バス運行会社の宇都宮観光と提携し、 旅行前の PCR 検査を行う旅行商品を展開。翌10月、宇都宮観光は、那須塩原市と同旅行商品に関する業務連携を締結した。2020年12月には、PCR 検査センター運営会社、ちびっこの科学と遊び株式会社を設立。同社は2021年8月現在、那須塩原市、宇都宮市など5カ所で、 pcr 検査センターを展開している。2021年1月にはコロナ情報発信を行ったことで中小のビラがばらまかれたり自身の病院にカッターの歯が送られたりするなどの脅迫があったと話している。その後もテレビメディアなどを中心として新型コロナウイルス感染症関連の情報発信に努めた。2021年3月16日には 第204回国会参議院予算委員会公聴会に公実人として出席。2021年8月、新型コロナウイルス感染症の世界的流行に伴ってツイッター上で菅義偉内閣総理大臣の責任を問うツイートや、介保権制度の欠点などを指摘したツイートで話題となった。ありがとうございます。